同じキャラでもフィギュアによって全然表情変わるからないいのもあれば悪いのもあるし重要なのはキャラクターの再現率アニメとそっくりなのがベストそれからなあれどないしたん微妙な顔して食わず嫌いせんで向き合ってみ 絶対ハマるからそんでうちと一緒にフィギュア話に花咲かそうや